トランスファガラシャンは、ルーマニアの国道で、同国の舗装道の中で最高標高点を通る道路である。この通称は、トランシルバニア山脈の中でも最も高い、ファガラシュ山脈を超えることにちなんでおり、トランシルバニア地方のシビウとアラキア地方のピテシキと南北に結んでいる。トランスファガラシャンは、ルーマニア最高峰モルドベアル山と、第二方ネゴユ山の間を、 ルーマニア最長のトンネルで抜け、きついヘアピンカーブ、長い S 字カーブ、きつい下り坂などが連続する、曲がりくねった道である。ルーマニアの道路の中で、最もトンネルや、高架橋が多く、最高点のブレア湖の近くには、ルーマニア最長のトンネルがある。旅行者にとっては、徒歩、自転車、バイク、自動車などの手段を問わず、難所であり、また魅力的な場所でもある。 路線の形状から表低速度は時速4 0トル程度である。10月後半から6月後半にかけては積雪のため閉鎖される。天候によっては時々閉鎖されることも11月まで開通していることもある。クルテアであるジェシュの街に交通情報が掲示される。沿道にはホテルや食堂が数軒ある。南側の見どころとしてアレフ村の近くに ポエナリ城がある。この城は、ブラムストーカーの吸血鬼、ドラキュラのモデルともなった、ブラド3世が作らせた要塞であった。すぐそばにビドラルダムもある。ファガラ主山脈をトンネルで抜けた北側には、氷河湖のバレア湖があり、眺望地として有名である。バレア湖までは、中腹からロープウェイが通っており、通年で利用できる。 北側の区間は自転車ロードレーストゥレル・ロマーニエのコースとして利用されている。この区間の難易度はツールド・フランスのカテゴリー長級に匹敵するとみなされている。チャウシェスク政権下において1968年のチェコ事件への対応策として1970年から1974年にかけて付設された。チャウシェスクはソ連との距離を置く独自路線をとっており、 同様の軍事介入があった際にトランシルバニア三脈北側への迅速な軍事行動を可能にする必要性に駆られたのである。したがってこの道路は軍による戦略道路として敷設され莫大な資金が投入された。三脈北側では6520トンのダイナマイトが使われたほか、敷設中の事故で約40名の兵士が命を落とした。このためこの道路は チャウシェスクの愚行として挙げられている。ありがとうございます。